こんにちは、ヨウくん街ブラチャンネルです。本日は埼玉県の最大の繁華街大宮駅周辺を散策する動画でお送りします。よろしくお願いします。まず簡単に駅の様子から見ていきましょう。大宮駅がとにかく人が多いです。それもそう、 JR 他2社の路線も合わせて1日平均乗降数は69万人。これは都内の一部の駅よりもかなり多いです。やばいですよね。ちなみに改札を出た駅構内の様子もこんな感じ。大宮駅が乗り入れ路線で13路線、上野東京ライン、湘南新宿ライン、武蔵野線の乗り入れをカウントすると16路線。これは埼玉県内ではなく全国的にも指折りのターミナルです。大宮駅改札内は駅中商業施設駅ウトで構成されています。駅中はまるでデパ地下状態。こちらはほんの一部の映像です。他にも飲食店が非常に充実してて、乗る電車を遅らせても良いくらいの気分にさせてくれます。ちなみにあの仙台牛タンの名店利久もありました。素晴らしいです。この動画では後に大宮の素晴らしいグルメも映しましたので、そちらもぜひお楽しみに。それでは改めて改札から出て左側の西口、まずはこちらの街の雰囲気を見ていきましょう。はい、西口に出ました。どうでしょう、もう文句なしの都会ですよね。奥には丸井があります。そしてお隣のガラス張りのビル、いやーでかい。こちらは大宮アルシェ複合商業施設です。また中には埼玉県民ならご存知 FMNAC5 のスタジオが入ってます。奥の高層階のビルは後に近くまで行ってみます。そして左側にはそごう大宮店、駅前はこんな感じでペデストリアンデッキで構成されてます。雑居ビルもたくさん立ち並んでてめちゃめちゃ栄えてますよね。駅から至る通りには雑居ビルで埋め尽くされてます。この辺りはザ・首都圏、そんな印象を受けます。あと調べたら大宮はスーモ2021年の関東住みたい街ランキングでは第4位に入ってました。1位は横浜、2位恵比寿、3位吉祥寺、その次が大宮です。大宮は今映した商業施設以外にも駅中にはルミネが入ってます。また反対側東口にも百貨店があります。さらに新幹線で東北、北海道、上越、北陸新幹線も通ってて、都心までも30分以内で行けてしまう超便利なエリアです。これはもう住みたい街ランキング上位も納得です。それではデッキから降りてそごうの脇の通りを歩いていこうと思います。なんか僕埼玉県民みたいな感じで話してますけど、実際違います。そのお隣の県が出身です。動画を作るときはここが地元だとねアピールするぐらいの気持ち、そんな感じでやってます。こちらの映像はちょうど駅前の商業施設の裏側になります。通りの様子はこんな感じで、僕の左手側にははい、大宮のシンボルと言っても過言じゃない大宮ソニックシティが建ってます。31階建ての高層ビルで会議場、展示場、市民ホールなどを有する総合コンベンション施設です。自分は昔ここが受験会場だったので懐かしい思い出があります。奥にはソニックシティホール、映像には映ってないですがホテルも併設されている巨大施設です。大宮ソニックシティを後にして進んでいきます。ちょうど僕の右手側が駅方向です。そうしますと奥にまた高層階の建物、こちらはジャック大宮、地上18階地下2階建てでプラネタリウム、オフィス、店舗、仮会議室などで構成されているとの情報です。でここで注目、今ニューシャトルが走ってるの見えますよね。あちらは有名な鉄道博物館の近くの駅も通る路線です。ちなみにこの日鉄道博物館の休館日で、あーやばい撮影できないとねちょっと困ってたら、駅前に鉄道博物館の看板を発見しました。いやー助かりました。とりあえずこれを写しておけば雰囲気が伝わるかなと思います。あしからず鉄道好きの方なら必ず1回は行くべき場所だと思います。先ほどのジャック大宮の向かい側にはこちら洋食店があります。カフェテラス暇つぶしさん、こちらでちょっと大宮のグルメをいただこうと思います。はい、こちら大宮ナポリタンです。大宮は鉄道の街で栄えてて、周囲で働いて職員や工事で働いてた人がよく食べてたとのことです。普通盛りで頼んでも結構なボリューム、また少しピリ辛でシンプルだけど最高に美味しかったです。駅周囲には大宮ナポリタンを扱ってるお店が複数あるみたいなので、そちらもぜひご参考に。はい、それでは大宮ソニックシティまで戻ってきて、今度は画像に出てる斜め方向の道を歩いていきます。で、こちら街灯にオレンジの旗が飾られてます。これは大宮アルディージャの旗です。オレンジで目立ちますよね。
ちなみに大宮ナポリタンのサイト見たら、大宮アルディージャのオレンジにもちなんだ新名物を目指してるとか。はい、しばらく歩くと国道17号中山道にぶつかりました。この辺りからは繁華街からちょっと落ち着いたエリアになりますので、西口の散策はここで終わろうと思います。これから東口に行きますが、そちらもかなり栄えているのでお楽しみに。現在西口から東口に向かって歩いてます。やはり大宮駅は昼の時間帯でも人が大変多いです。まあ埼玉県自体も人口約730万人、日本では5番目の人口、もはや埼玉には脱帽です。はい、東口に着きました。なんか西口とは違った雰囲気が出てますよね。少し懐かしい、そんな感じがします。しかしこれはあくまでも駅前の外観だけです。街は近代的で歓楽街もすごいので、今からそちらの様子を映していきます。まずは駅から出て右手側、こちらが大宮の歓楽街、南銀座、略称南銀です。とにかくこの通りは飲食店、飲み屋、カラオケ店が密集してます。夜になるときっとネオンとかね、華やかかなと思います。チェーン店のお店が多い印象を受けましたが、個人でやられているお店もいくつかあり、美味しいところが発掘できるかもしれません。大宮に行ったらこちらの通りはぜひ歩いてみると良いかもしれません。はい、では一回駅前に戻ってきまして、カメラを回して駅から出て左方向、今映している通りの様子を見ていこうと思います。相変わらず人通りが多いです。こちらは通りがビル群で埋め尽くされてます。いろいろな都市を散策してますが、駅から出た片方が繁華街、片方は落ち着いたエリア、そういう街の形成をしているところがほとんどです。大宮の場合どっちが栄えているのかね、よくわからないぐらいですよね。もしね、そういう事情や歴史に詳しい方がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。で、この通りの奥にヤングショップ大丸さんがあります。昔アドマチック天国でここが紹介されたのを見たことがあるんですよ。なんか埼玉県出身のゲストが、あーわかるわかるとね、リアクションしてました。センスが良くてね、店員さんに聞いたらたくさんの服の中からコーディネートをしてくれるとか。服選びに困る方もね、非常に嬉しいですよね。一応そういうわけで映像に収めておきました。あと大宮にはアーケード街もしっかりあります。すごい規模が大きいというわけではないと思いますが、まずは一番街、通りの様子はこんな感じ。南銀座もすごかったですけど、こちらも飲食店、他お店が密集してて、なかなか楽しめそうな通りです。他にもスズラン通りというアーケード街があります。こちらの通りの様子はこんな感じ。いやー、少しね、なんかレトロな雰囲気が出てますよね。でもしっかりチェーン店のお店も立ち並んでて、こちらも普通に栄えてます。大宮で飲もうとしたら、どこのお店に入っていいかね、わからなくなるぐらいに飲食店が非常に充実してます。それでは大宮駅東口からまっすぐ伸びる通りを歩いていきます。映像の奥には高島屋があります。ではここを歩きながら街の様子を映して、大宮のある埼玉市の人口の規模の話をします。埼玉市は人口約133万人、政令指定都市です。埼玉市は浦和市、大宮市、与野市の合併で誕生しました。また埼玉市に隣接しているいくつかの都市、その中でも川口市が人口約60万人、川越市が約35万人、越谷市が約34万人、春日部市が約23万人と人口が非常に多い都市と隣接しています。そこに東京が近いというね、超人口密集エリアです。やはり首都圏の力というのはね、強烈ですよね。今映した建物は新たなランドマークを目指す複合施設大宮門町で、これから開業に向けて準備をしているみたいです。これからさらに大宮の街がにぎわう、そんな感じがします。さらにしばらく歩くと、この辺りから少し落ち着いたエリアになります。大宮は西口もそうですけど、繁華街が広いというよりはコンパクトに密集されてます。なので買い物とかするのには行動しやすい気がします。で、今こちらの通りは駅から伸びる通りをまっすぐ歩いてきた辺りです。で、ここの通りを左側に曲がると、おお、なんか雰囲気のある通りがあります。こちら氷川参道といい、奥には氷川神社があるとのことです。なんと大宮の地名は氷川神社を大いなる宮井と崇めたことに由来すると言われてるみたいです。ちょっと時間の関係で行けませんでしたが、大宮のお隣埼玉新都心を撮影しましたので、ぜひ最後までお楽しみに。それでは埼玉新都心駅まで行きます。宇都宮線でも行けますが、時間帯がもう少し早い、こちら京浜東北線で行こうと思います。
大宮からはわずか一駅です。本当は埼玉新都心駅前とかで別の動画にしてもよかったんですけど、やっぱ大宮とくっつけた方が見てくれる方も多いかなと思って一緒にしました。まあ一駅違うと言っても大宮駅から距離にしてたった2キロなんで、もうありでしょうってことで、よろしくお願いします。改札を出たところの様子がこんな感じ。屋根が高く日の光が入ってくる明るい空間。大宮駅も素晴らしかったですが、新都心駅はまた違う美しさを演出してます。素晴らしいです。まずは西口、どうでしょうか。もう洗練された街って感じですよね。とにかく高層ビル群がたくさん立ち並んでて、東京で言ったら汐留あたりにいるような気分になります。埼玉新都心は国の行政機関が集中している官庁街区、他オフィスビルが立ち並んでます。一つ一つのビルの解説はちょっとできないですが、まあ雰囲気が伝われば良いかなと思います。しばらく歩くとこちら欅広場。欅は埼玉県の木みたいです。今冬だから葉っぱがない状態なのかなと思います。欅広場から左手に曲がって今歩いてますが、どこまで続くのかなというくらいに長いペデストリアンデッキが設置されてます。デッキの奥には首都高速埼玉新都心線の案内看板があります。意外と埼玉のことはよくわからないって方が関東以外の方だと多いのかもしれませんので、これを見て埼玉がねすごい都会だと分かってもらったら嬉しいかなと思います。それとこれは必ず映しておかなくてはいけない、はい、埼玉スーパーアリーナです。とにかくでかいです。最大3万7000席を使用できる国内最大級の多目的アリーナとのことです。当たり前ですが、埼玉スーパーアリーナのイベントの日は新都心駅前はとても混雑するみたいです。アリーナのすぐ脇に今北陸新幹線かな、東京駅方向に向かって走ってます。そして東北北海道新幹線が大宮駅方向へ向かって走ってます。新幹線から埼玉スーパーアリーナを見たことがあるって方も多いかもしれませんので、逆側から映したらこうだよって感じで映像に収めておきました。ちなみに駅反対東口の様子も簡単に映しておきます。この先ですね。こちらもペデストリアンデッキでつながっており、奥には低層階の複合商業施設コクーン3があります。3があるということは2もしっかりお隣にあります。で、2があるということは、はい、すみません。駅から一番近い正面にはコクーン1があります。ビル街だけではなく、商業施設ゾーンも充実してて、この街の凄さを撮影してて改めて感じました。新都心の少し奥には住宅エリアもあるみたいです。この辺りに住んだら超便利でしょうね。はい、以上大宮駅周辺を散策する動画でやってきました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。